じゃあ、できましょう。受験に今入ってるんですが、このね、娘のね、キーちゃんをね、今、こっちにも向かわせてますんで、はい。まあ、これでね、カンバラ城は完璧だろうと、はい。で、カンバラ城の今ね、回収をね、がっつりね、112時をね、かけてね、大規模回収をしてますんで、その間にね、敵が来ないことだけを願って、はい、行きたいかなと思います。はい。あとですね、もうちょっと、ね、動かないのもちょっと、嫌じゃないですか。で、さすがに吉本様を、ちょっと攻撃するのは、ちょっと腑に落ちんと。あー、ダメだ。攻略目標を変えられない。よし。まあいいや。ひとまず、私は、ですね、この舞台を、どうせ4000ぐらいでいいか、まあ6000ぐらいでいいか。6000ぐらいを率いて、行きます。はい。出陣するぞ。ひとまず、この、ヒクマから、こっち側に行けば、何かしらの舞台はね、出てくるんではなかろうかと。兵糧をね、ちょっとね、もうちょっと貯めたいんで、一部隊だけでちょっと行ってみようかなと。一緒に行ってもいいんですけどね。一緒に行きますか、じゃあ。行きましょうか、じゃあ一緒に。ちょっと兵糧がね、若干もったいないかなというのがあったんで、そういう形にしてますがという。まあ、絶対ここら辺のどっかに来るでしょう。うん。まあ、寝川区はここに来て、ここまでずっと待機してほしいですけど、多分ここら辺にね、椅子あるんじゃないかなと、私は思ってますんで、はい。じゃあ、そんな形で、ちょっとね、徳川攻め、まあ、松平攻めですね、をちょっとやっていきたいと思いますので、はい。お願いします。よし、いけい。さあ、今川に従属する松平よ。竹千代をね、早く元服させろ。出陣する。出陣するぞ。おお、まあ、竹千代っても生まれてるよね。あ、生まれてないんだっけ。1543年ぐらいから生まれてくるのが。ああ、じゃあもうまだですね。まだだ。まだ。これどこ行こうとしてる？いいのや。あ、いいのやに行こうとしてる。じゃあ挟みましょう。いいのやでね。うん。いいのやで挟みましょう。強撃です。いいのや強撃ですね。うん。いいのやに早く来てくださいよ。早く来てくださいよ。ああ、よかった。吉本さんもこっち攻撃してくるのかと思った。ここに行くだけですよね。はい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 。オッケー。早く来て。ここに陣将家潰すわ。はい。早く来てくださいと。うん。さあ、もういいかな。さてさて、ここで強撃をして。うん。オッケーでしょう。これ、強撃部隊となったということですね。強撃。よし。ああ、この部隊も来る。長篠城に来ると。うんうん。まあ、こっちは余裕でしょうね。相手が一部隊ですから。うわ、ピオラセた。ちょっと待って、ピオラセたらこれ攻撃できないんじゃなかったっけ？ちょっと待ってくれよ。ピオラしてたら攻撃ができない。止まるぞ、攻撃が。あ、でもこの部隊がいいのにも来る。うわぁ、兵糧の無駄。防身をね、覚えさせたばっかりにね。攻撃がね、できないが、少しずつなんか減ってるみたいな。あ、来たね、でも。他の部隊が来たんで、まあ良かったでしょうという。はい。この舞台はもう何もできなかったみたいなね、感じでしたけど。OK。おし。ご命令を報告いたします。報告いたします。うん。OK、OK。あ、金がね、やべ。制作、不意強化やってるね。制作を取り行います。うん、OK、OK。あー、びっくりした。金がね、
本当に金のないこのゲーム。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。そもそもここで回収をね、開始したからいけないんですけどね。はい。どうしようかな。特に右側は見る必要な、これなんだこれ。ああ、同盟結んでるから。あれか。吉本様の方は行かせませんよ、ということですね。はい、わかりました。工場が動いてないですね、全然。全く動いてない。ていうか、なんでこれずっとゼロなんだ。もうそれが謎だわ。これ、里見どうした？これ。里見。トキさんが裏切っちゃったから。ああ。もういないっすよ。武将が。うわぁ。これはまた北条無双になる。佐竹なんとかしてくんないかな、佐竹が。うん。佐竹がここら辺を侵食していただきたい。うん。もしくは私がね、もうここら辺ガチガチ攻撃するというのも、ありといえばありなんですけど、はい。じゃあね、また内政の方だけね、していきますので、少々お待ちください。はい、じゃあやっていきましょう。この強撃ですね。ひとまずこの強撃で、徳川の部隊を削っていくということですね。柴勝さんが来てますけど、私は全く相手にしませんから。はい。もう他の動画でね、私は柴勝さんのね、強さをね、思い知った時が一回ありましたんで、あ、逃げていく。あ、そっか、防身で。あれか。防身で。違うところに強制終了させられたということですね。さあ、この部隊も、あっさりと。ああ、あと17。あと17。うわぁ。なんかやらしいなぁ。すごいやらしいなぁ。17だけか。帰るだけだよな、これ、岡崎に。ちょっとやらしい。やらしいけど、どうしましょうかと。攻撃したいなぁ。吉本様がそこにいなければね、こっちから攻撃できるんですけどね。こっちのルート通るのもちょっとバカらしいんで。ちょっとじゃあ行きますか。じゃあ福島さんは一回帰らせましょうか。うん。何のために来たんだというね、感じしますけど。はい。じゃあこんな感じで。行こうかな。あ、消えた。どうしようかな。あー、でも一緒に行くか。一緒に消えたのであれば、うん、消えたのであればこれ詰まることはないと思うんで、3部隊いるよね。うん、よし、じゃあ行きましょう。ちょっと福島さんも一緒に長篠攻めに行きませんか。武田が怖いですか。武田が長篠にそんなに食うのが、武田が、武田の前に私が、私が行きますけどね。他は変わりないというか、ここに誰も入れる余裕すらないのか。里見、もう里見のことしかね、もう頭にないこの動画。はい、ちょっとね、今後、この年代でやるときは、ちょっと、自分のアカウントでやろうかなと。そうすると、すごい結構、あれなんですよ。人がいっぱいいるんですよ。里見発見伝出てくる。そうすると、結構、北条をいじめてくれるので、なかなかいいね、戦いが見れるんで、そういう、まあ、ことも考えればよかったかなと、はい、今になって思っています。はい。ただただ今になって思っていることを話している。よし、 OK。 さてさて、これはちょうど長篠攻めが行けるタイミングじゃないか。もしかしたら報告いたします、報告いたします。うん、もしかしたらだってこれが終わればねえ、耐久減るんですもんね、長篠のね。それ待ちで行きましょうか。うん、それ待ちも手だな、若干。
若干手ですね。包囲だけしときましょうか。包囲だけ。うん。あんまりしたくない戦法ですけどね。はい。で、これあれじゃないかな。取ったらすぐに織田がこっち来るんじゃないかな。そんな予感もね、しないでもない。さすがね、あの、未来を予見してね、長篠の戦いを想定してるだけありますね。はい。じゃあちょっとまだね、内戦の方だけしていきますので、少々お待ちください。これは引間に来るし、ね、予定はないんですよね。はーい。じゃあ、内戦の方だけしていきますと。はい、じゃあまたやっていきましょう。さてさて、攻撃、長篠城の戦いみたいな感じですけど、これいつ終わんのかな。これ終わり次第ですよね。あとは特に動きはないと。うん。よし、じゃあやっていきましょうか。長篠城の戦い。OK! さてさて。本当は。遊びは終わりだ！遊びは終わりだ！おぉ。やべえ、どうしよう。これ一回帰るか。一回帰ろうかな。なんかまだ終わりそうにないもんね、これね。一回帰りましょう。ちょっと、ちょっとね、日和りました私。はい。多分こっちの大元哲也さんの方が早いので、ちょっとそっちの順番を変えてから。出陣するぞ。え、まだ出てくんの。じゃあ戦いますよ。じゃあ出てくるのであれば戦いますよ。はい、出てくるのであれば戦います。そんなに戦いたいですか。そんなに戦いたい。我らには勝てぬ。よし。敵将を捕獲したぞ。あ、しかも捕獲されてしまった。非常するぞ。よし、一回帰ります。長篠城はね、コテンパンにやっつけてやったというね、お話。さすが武田軍。さすが、これが武田の戦よ。なわけねえだろ。今川だわ。まあ、しかも串間さんだわ。お見せしましょう。また出てきたね。また出てきましたね。ご命令を。いや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 。報告いたします。どうしようかな。さてさて。次のターンですね、おそらく。次のターンで、はい、できますよ。できますよというか、総攻撃かけろみたいな話になると思うんで、はい、ちょっとそこをね、見極めながら、またやっていきたいと思います。はい。で、どうすかね、もう30分以上絶対経ってると思うんですけど、また2分割にしましょうかね。はい。キリが良くないんで、はい。じゃあ、また内戦の方していきますので、少々お待ちください。はい。じゃあちょっとやっていきましょう。まあ、特に変わり映えはないですかね。まあ、また一回騎乗したらもう一回、はい、行くみたいな感じで、はい、いいのかなと、はい、思いまして。で、さっき気づいたんですけど、これ、次の段任務完了するじゃないですか。これ、吉田城攻略せよなんですよね。はい。まだ私ね、吉本さんにね、もう強いね、熱いね、お給をね、まだまださせていきたいと思ってますので、もう周りからガンガン、この徳川をね、岡崎城も攻め、長篠城も攻め、この飯田城も攻め、あ、まあ、松平は一つぐらい残してもいいかな。で、ね、織田とも攻め、でもこう完全に孤立させます。はい。どんだけ怖いね、状態にね、落とし入れるというかね、その、吉本様をね、そう考えておりますので、はい。なので、このね、攻略せよっていうのはちょっとできません。なので、あとでちょっと変えてもらいます、提案で。今、提案で変えられないんですよ、18しかないんで。提案、攻略。ねえ、松平家にしようときはマイナス2なんですよ。ちょっとね、みたいな感じですよね。はい。じゃあちょっとまあやっていきましょう。
そうです。あの、ま、なんか、またなんか鼻にちょっとなんか、鼻というかその、喉になんか痰が絡むというか、そんな感じがあるので、はいはい、来ないんですね。徳川の舞台は許してやるよ。で、どうしようかな。もうすぐ出しましょうか。すぐ出しましょう。出るとするか。まあ7500くらいでね、もう兵糧が怖すぎるんで、まあそんな感じで出していきましょう。さてさて、あ、織田帰りましたね。織田帰ったね。さすが今川義元といったところ、織田がついに帰りましたと。どうしましょうか。串間さん出します。もう兵糧問題から言ってね、もう出したくないんですよね、私は。さあさあ、さーて、行きますよと。遅いな、新速持ちだけど遅いのか、ここは。ああ、違う違う違う、何をやっているんだと。次のターンですね、勝負になるのは。うん、ああ、これね、吉田城をね攻略せよってなってますから。はい、これ攻略できんのかな。一回ちょっとやってみます。攻略せよって言っても多分ね、このね2部隊しかね動かないと思うんですよね。一応やってみてもいいとは思いますけど、うん、まあ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 、兄弟対決がね見れる可能性があるんで、まあやってみてもいいのかなと。はい、ちょっと考えながらちょっとね、また内省してきますので少々お待ちください。はい、じゃあやっていきましょう。さあ、長篠城の戦い、長篠の戦いですよ、これが。いわゆるこれ一発やればまた経験値稼ぎになるかな。うん、一発食らわせましょう。じゃあ、さあ、バスッと。命を無駄にするでないぞ。まあ、キーンってなったけどね。キーンってなりましたけど、よしよし、囲いましたね。じゃあ戦してまいりますよ。オッケー。さあ、この長篠城はどういう城でしたっけ。全然覚えてない、全然覚えてない。あ、来た、来ましたよ、私の大好きな城。はい。私の大好きな城。おー、防神。このタイミングで使ってくれなくてもいいんだけどね。さてさて、大筒陣地をやる場所を決めましょう。もうちょっと前かな、もうちょっと前、もうちょっとだけ前かな。こうかな。これ届いてるでしょ。届いてないかな。届いてる気がするんだけどな。あ、来た、どんどん行ってる、どんどんどん。城門を破壊しました。 OK、 じゃあこっちでまたモグラ攻めをしていけばね、いい感じですね。素晴らしい、なんてこったって感じですが、違う、そっちじゃないよと。始めようか、始めようか。ああ、若干食らってますね、若干食らってますが、大したことはないでしょうと。結構耐久高いんですよね、長篠城は。やるとしようか、城門を破壊しました。 OK、 さあ、これ長篠城はすっかすかの城ですね。ここもね、でもね、この館の耐久もね、来たな、来たな、どうしようか。五色の三、五色の三とかにしとこうか。ちょっと待ってよ、そういうタイプですか。
しよ。ここは引きます。そういうタイプですかと。ああ全員でもやっつけた、これで。ああ全員やっつけたね。じゃあもうここでもう何の憂いもなく、何の憂いもなくやりましょう。オッケーオッケー。うん、鬼小島発動しようかなと思ったんですけどね。オッケー、また城を一つ取ることができましたと。これが長篠城の戦いの仕方ですよ、武田軍。おお、鉄壁を獲得した。さあどうしようかな。多分ねこれ放置するとねまた来るんですよこいつらが。まあいっか。でもあそうだ、任務完了を押すの忘れてたね。任務完了、任務完了すればなんか なんかなんじゃないの。ひくま城に、ひくま城に行ってください。はい、行きましょう。じゃあ任務完了しましたんで、これで出るとするか、ひくま城に行きますと。ただ私は何もしませんからね。うん、私は何もしませんから。お前れよし。さあ耐久が減ったということかな。うん、ごっそり減ってますね。ただ織田軍がいますんでお気をつけようと。異常するぞ。うん、やっぱり2部隊しか出ないですね。うわ弱っ、弱っ。いやー、宇治谷様のね肩にかかってますから。今川ね、吉本と戦う準備はできましたでしょうか。はい、私は帰りますと。はい、さあどうでしょうか、兄弟対決。いやー陣取ってますね、兄弟対決。あ、帰っていくぞこれは。ご命令を。先月の収支です。陣所にいた方がいいと思うんだけどな。はい、どうしようか。うん、といったところで今回は終わりにしましょうかね。はい、ちょっとこの非常にねいいところで、はい、もう兄弟対決がね見れるというところで今回は終わりにしたいかなと思いますので、はい、今川軍は停戦中、織田とも同盟を結んでいると。織田じゃないわ、徳川とも同盟を結んでいる。さすが外交のスペシャリストだな。はい、じゃあ今回はこのぐらいにしたいと思いますので、はい、また高原ねスタジオ、あこっちか、あの体験説明を見ながら終わりにしたいと思いますので、はい、この続き興味ありましたらチャンネル登録などしてですね、してですね次回の配信努力お待ちください。あと実はですね、今ちょっとツイッターでちょっとアンケートを伺ってるんですけど、もう花倉今川家で天下を目指すのか、それとももうこっちの花倉今川家がめちゃめちゃ勢力が高くなってから、もう一回今川義元の方に帰還してもうきついお灸を据えたということで一緒に戦うというね、やり方もあるのかなということを考えていますので、はい、そこら辺はねまた考えながらやっていきたいなと思いますので、ツイッターのね意見を参考にしながら、両方かな、両方もしかしたら開けるかもしれないですね。はい、今川義元についたパターンと、まあ、普通に今川義元に多くてちょっとこき使ってもう分かりましたかみたいな、切磋のね教えをちゃんと聞いてくださいねみたいな話と、もう2パターンぐらい、まあ、動画を上げてもいいのかなと今の時点では思ってますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、では今回はこのぐらいにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまたねー。